実家にまだいる妹が、いわゆる後出しじゃんけんなやつ。今年子供産んだいとこがお盆に来て、お産の後出血止まらず、お産した近所の産院から大学病院に緊急搬送された。どうも、通常のエコー検査などでは、わかりづらい胎盤の異常があったらしかった。みたいな話をしたら、お産って命がけっていうのに、町の産婦人科でお産とか頭おかしい。初めから大学病院行ってれば死にかけなかったのに、バカみたいだよね、とか言う。みんなが大学病院で産めるわけじゃないんだよ。大学病院は、難しいお産になるのが予測されている人が優先だし、今回は事前に予測されてなかったの。みんなが大学病院でお産しようとしたら、病院がパンクしちゃうよ、といとこが言ったら、危機管理がなってない、頭悪いとか言うので、いとこの前で猛烈に叱った。テレビで、外国の銀行に強盗が、ホールドアップさせられ、膠着状態が数時間続く中、行員数人が機転を利かせて、あるトリックで、銀行内の電話を何個か鳴らして、犯人が動揺した時に、突入部隊が、みたいなのがやってれば、何時間も待ってないで、初めからそれやればいいのに。何時間も待って、誰々の持病がとか急げとかほんとバカみたいとか言うから、犯人の隙を見てとか、成功にかけるかどうかとか、思いつくのに時間かかったとか、そりゃあ事情があるでしょと言うと、でも成功したんでしょ。じゃあ、さっさとそれやってればいいのに。ああ、頭空っぽってやだわ、とか言う。そんな危機管理できる完璧な妹は、異性関係や結婚にも仕事にも失敗してない。ずっと空いていないし、就職してないし、ずっと実家いるし。まあ基本叱っても妹は聞かないし、あんたって慎重でいいね、って私が煽ってるんだけど。